はい、こんにちは。レトルトと申しまーす。60セカンズ実況プレイ、始めていきたいと思います。現在ね、トロフィーを獲得していくっていう挑戦をやっているんですが、まあ一応ね、一個一個、取れては来ているって感じですね。前回は、執行期間、法の、新世界秩序、現地の法執行機関に行けっていうのをね、奇跡的に獲得しまして、残ってるやつ的には、今目標としているやつ的にはですね、これもまあ、あれですね、これ虫ハンター、突然変異したゴキブリをやっつけろ。まあこれなんですけど、なんか、これだけちょっとよくわかんなかったんだけど、ゴキブリを、まず発生させて、発生させた後に、ゴキブリがなんか知能みたいなのを持ったような感じの、なんて言うんだろうな、描写が出るらしくて、その時に倒せば虫ハンターが獲得できるらしいですね。ゴキブリに知能が、もたらされるってちょっと怖いですよね。あと、テッドのヒゲを小粋に剃れ。まあ、これはランダムイベントで、このイベントが発生した時に、斧があれば、小粋に剃ることができるっていうことですね。これも、目指しましょう。あと、解放。悪党から仲間を救出。まあ、これも最終目標的な感じになってるんですけど、これも。これを最終的に狙っていく感じですね。あと、まあ、ノーというやつは、まあ、今回のプレイではちょっとできないので、まあ、解放を狙いつつ、ヒゲとゴキブリ、剃っていきたいかなと思います。まあ、いつものようにやりつつ、チャンスが来るのを待つのみですね。よし、行くぞ。メリージェーン取った後、ガスマスク取っていく感じで行きましょう。配置はどうだろう？行くぞ。おい、ガスマスク、おい、メリージェーン、そろそろダイエットしてほしいところではあるけど。オノとティミー、オッケー。ラジオ、スプレー、水、よし、オッケー。終わりでいいな。銃だ、銃。よし、銃。あんな後ろになんで。おいおい、オッケー、オッケー、オッケー。で、トランクに、ここの裏に地図があった。あと、斧とかどこだ、斧。斧どこ、斧。懐中電灯。斧ね。いけー、よし。いや、斧は多分トランクか、初めからある場所にあるはず。シェルターに置いてあるはず。はぁ、難しいなぁ。久々ですからね。お今ね、全部いただきっていうロックを解除しましたね。いや、確かに、すべてフル装備じゃない？マジで弾薬もスプレーも、トランプもチェスも、武器も全部ある！水をちょっと少なくしてる代わりに。すげえ！完璧な状態ですね。一発で。これは結構だよ。この三つが、もともとあって、スーツケースの中にこれが2個あった。いや、これはいけるぞ、これ。これはいけなきゃ嘘だよ。コウモリ邪魔だな。これはいけなきゃ嘘ですね。まあ、さすがにランダムなんですけど、まあ、ヒゲのために斧、そしてゴキブリのために、このスプレーを死守しつつ、まあ、ゴキブリあんま良くないんだけどね。本当はゴキブリのイベントは、起こさない方がいいんですけども、うい、ラジオ。まあでも実績ロック解除のためにやっていきましょう。完璧、マジで完璧、すべてがある状態ですよ。さあ、ティミー行ってこい。お前が持ってくるべきは、飲み物、ただ一つだ。スーツケース。そして、ガスマスク。行きましょう。これ三つ。三つがいっぺんにいければね、これが最終回ですよ、この実況。目標的には。水行きましょうか。
まだ我慢できる感じあるけど、上とか脱水症状とかって、おいいね、地図見せてあげるとなんかもらえたりするので、上とか脱水症状ってその前にね、どっか行っちゃったりするからね。お、水をもらいました。ただで水もらったようなもんなんでね。ギャンブル、トランプゲームで2本の水をかけよう。 NO NO、 やりません。危険危険。6日目、ヒゲ剃りのイベント起きないかな。でも何気に実績取ろうと思ってなかったやつだけど解除できましたね。はい、ネバダ州への旅行はもう二度と行うことはありません。しかもティミーも帰ってくんの早い。ガスマスク壊した。トランクない。水は持って帰ってきたようだが、とんでもないですねこれ。これ水、あ、でもん、懐中電灯だけ手に入れることにした。懐中電灯いつなくなったの。あれ、懐中電灯ってあったんじゃないの。だから全部いただきって出たような気がしなくもないんだけど。いや、ティミー、これマイナスですよ。負債ですよ、負債。もう一回行ってほしいとこだな。まだ放射能量が高いか。高くても大丈夫なんじゃないかな。荒れ地に行かなきゃいいのか、荒れ地に。ってことは、ここら辺。家の真ん中だと荒れ地のはずはないので。よし、これで OK だ。なあ、メリー・ジェーン。パパに行ってもらおうかな。はい、脱水症状。よしよし。イベント起きろ、イベント。はい。はい。まあ、でも、ヒゲ剃りのイベント起きてほしいと考えれば、ドローレス。あえてドローレスに行ってもらおうか。よし。あ、あいつ、なくしてきたんだった。あいつマジで許さねえぞ。大丈夫大丈夫。ガスマスク、武器なくても。まだ9日目ですから。ママを生かすの結構怖いんだよな。おい。おし、スカウトブック、ちょっと遅いぞ。ママにつけさせてあげたかったぞ。ヒゲ剃りのイベント起きろ。ヒゲ剃ったらさ、このヒゲなくなんのかね、一時だけでも。ちょっと見たいよな、それ。脱水症状、ティミーだっけ？一応確認しないとな。あー、危ない危ない。アメリジェンは大丈夫か。テッドも大丈夫。スーツケースはもう開けません。さあ、頑張れ頑張れ。ママよ、帰ってこい。喉からから、喉からから、空腹、大丈夫。さあ、どうだ？ネバダ州の、ネバダ州の旅行やたら行きたがるな。よし、早い！帰ってくんの早い。背筋は曲がってますが、どうだ？なんか増えたかな？荒れ地から戻ってこれてよかった。荒れ地行ったの！荒れ地にだけは行くなって言ったのに。しかも何も持って帰ってこなかったな。おかしな人が家まで後をついてきた。魔法使いだと名乗り、変な小物と交換に必要なアイテムをくれると言ってくる。名人は気を失い、くそー、何ももらえなかったか。名人気を失いかけてんの、危ないな。おいおいおい、もう一回行かなきゃな。お、ラジオ聞いて、ヒゲ剃りのイベント起きなくなるからな、テッド生かすと。かといってメリー、まあ、メリージェーンはでも覚醒したら、今回の取り返す的なやつ、的にあんま良くないのか、今思えば。ということは、生かした方がいいか。メリージェーンに行ってもらいましょう。一応ガスマスクをつけようか。そんなにガスマスクが必要なことってないからね。もうこの時になれば。よしよし。まあ、順調といえば順調かな。ちょっと食べ物とか飲み物が少ないけど。脱水症状。脱水症状。おい。ドロレスはずっと、黙っている。殺虫剤を使ってどう励まそうとしてんだろう。
スカウトブックだね。大抵スカウトブックでなんとかなる的なことあるからね。脱水症状、もっとヒゲ濃くならなきゃダメなのかな。ドロレスに本を渡そうと思ったが疲れがひどく落ち込んでいて何もしたがらない。早く元気になってもらえるように切に願っていると。そりゃそうだよな、こんな状況。さあ帰ってこい、メリジン帰ってこい。食べ物と飲み物を大量に持って帰ってきてくれ。あの時のね、全てが15個ぐらいある状況、帰ってきてほしいものね。あー、イベント起きないな。てってってって、お、来た。このヒゲの状態ね、このヒゲの状態が結構いいんじゃないか説がちょっと俺の中であるんだよね。これでヒゲを剃るんじゃないか。寝ようとしたら扉の向こう側が何か引っかく音が聞こえた。最初に扉をかじっているネズミだと思ったが、これなんだろうな、これもっとひどいものだった。誰かが扉をこじ開けようとしている。まあ、これ使うか一応。これなんだろうね。うわ、銃声聞こえた、怖っ。まあ、でもこれは小さなジョーが外のやつらを止められると思わなかった。もうそんなことなってるんだ。ほっとけばさらわれたりしたのかな。今これ系は多分さらわれるじゃないとは思うんだよな。あー、引っかき傷があった。まあ、ほっときましょう。これほっといても大丈夫なパターンあるんで、ヒゲ剃りのために斧を失うわけにいかない。よし、病気にならなかった。疲れてますね。ドロレス脱水症状、ちょっと持って帰ってきたな。おお、いいね。22、これは美味しいですよ。脱水症状で空腹。おい、おいっと。原子爆弾から落とされてから、まあ、こういう系は全部ティミー。できればティミーがさらわれてなんか取り戻すみたいなパターンがいいんですけどね。お、立て直したな。脱水症状テッド、また行かなきゃいけないぞこれ。よし、メリージェン行けないか。近くにキャンプをしている悪党たちが悩みの種になっている。まあこれはまだ無視だね。こういうやつをさらわれた後にこういうやつ襲撃したら取り返せる説があるんですよね。まだちょっと海外の攻略サイトなので完璧な正解かはまだ分かんないですけども、まあ大丈夫かな、まだ。はい、ティミーかな、大丈夫か。ティミー、パパに生かすか。10、パパ帰ってこなかったらやだな。でも10大事だからな。ガスマスク、パパは強い方だからまだ大丈夫だと信じて、大黒柱がいないと不安だな、なんか。よし、よし、OK。ルルル、23日目、こっからが重要ですよ。赤毛脱水症状、ティミの体調がダメだって言われてる。おい、OK。よし、いいイベントを起きろ。俺が求めてるイベントを起きろ。帰ってこい、パパ。さらわれる的なイベント的には、家族一人でもかけると、ね、取り返すことが難しくなるから、これはまだまだ、まだ早い。一回なんかもう襲撃みたいな感じでさらっていかないと、帰ってきた。疲れてんなぁ。もう洗濯とかね、できる水もないもんな。汚いよ、これ。水持って帰ってきたな。ナイスナイス。空腹空腹。ここ空腹。男性陣空腹。まだ行きたいような気はするんだが。街角の店がまだ残ってないか様子を見に少しだけ外に出た。闇の中からうなり声が聞こえた。あー、パンケーキね。よしよし。まあパンケーキのイベント進めとくべきか。進めなくてもいいような気がするね。パンケーキ一回追い払っちゃうからね。あんま追い払われると一回さらってもらわなきゃ困るから。メリージェン両方行こう。
外に行く準備バッチリ。心の準備はバッチリだ。いや、ティミーやってくれる。君はやってくれる。子供が銃持ってたら怖いもんね。なんか暴発でもしようもんならね、普通は近づきたくないもんですよ。水、緑色の水たまりがいつの間にか出来上がってしまった。パイプから緑色のベタベタしたものが。ゴキブリ系のイベント起きないな。今俺ゴキブリ系のイベントでもいいんだけど、欲しいんですけど来ないっすね。疲労疲労ふっく。問題解決。まだこれはやらない。治安をね悪くしたいんですよね。じゃないと襲っては来ないので。ほいほい、ティミー、ティミー帰ってきてくれ。ナイス。あー、銃壊しやがったこいつ。食べ物持って帰ってきてね。お前何しに外行ったんだよお前。水一とライフル、お前とんでもないな本当に。お前さらわれ役な本当に。空腹空腹、脱水症状。あー、これ結構厳しいな。運がいいとまでは言えませんよこれ。ほい。おお、ある青年は我々の元、あ、妹ね。これはドロレスに行ってもらいましょう。ガシャコン。これ死ぬことほとんどないんだよね。まあ怪我することはもしかしたらあるかもしんないけど。脱水症状、まあ、水は多めにあるので水はあげてってもいいんだけど。メリージンいける。おー、パンケーキ。いや、ちょっと、あー、でも取り返せるか。あー、これ悩む。くー、家族が飢えているのに犬に餌をあげている場合なのか。喉からから、まあ、ただ増えることもあるので。メリージェーンだな。メリージェーン、じゃあガスマスクで。これの攻略本欲しいわ。何が、外出かけた時にさ、その生存確率アップみたいな。あ、病気にかかってますねこの子。まずいですね。まあ、見捨てる、見捨てるのもない話ではないけど、さらわれ要員として一応いてほしいとこはあるんだけど。ダメダメ、斧は大事ですから。イベント起きないか。おお、ひげ剃った方がええでこれ。完全なる山男やでこれ。ひげ剃ってこうよ。はい、脱水症状。アイテムがいっぱい入った錆びた手押し車を押した商人がブツブツ交換。水か。んー、トランプいらないって、いらない。チェスあるもんね。スカウトブック、水。できればここが食べ物であってほしかったな。全部あるからね。トランプで水1個交換するか。まあ悪くないでしょう。どっちか選ばせてくれたらいいのにね。脱水症状、喉がカラカラ。君肌白いな。肌が白い。マンホール、じゃあ調べましょう。なんか嫌な予感もするけど。うー、食べ物あれ。うわー、猛獣。怪我怪我した。くっそー、アリゲーターがいるってどういうことだよ。そんなことありえんの。ティミー直してあげよう。もうティミーをあえて直す。お父さん、空腹、怪我。まだ怪我まで時間あるから弾薬をね。お、誰かが押し入ろうとしてるぞ。それに相手は一人ではない。確保しなければ死ぬか、それ以上のことが待ってる。さらわれねえかな。なんか食べ物とか持っていくと思うんだよな、こういう系。おお、なんか増えた。あ、来たかこれ。我々はなすすべなく、ティミーが外へ連れ去られるのをただ見るしかなかった。いつかまた会えるだろう。ティミー、ナイス。よしよし、じゃあ病気治さなくてよかったな系の
感じもするけどな。よし、これで次襲撃イベントがあった時にティミーが戻ってくれば完璧ですよ、これ。よしよしよし。そして食べ物、厄介払いもできて食いぶちも減り、ものすごく持って帰ってきた。これは神イベント来たよ、これ。脱水症状ね、ほいほい。さあ、こっからですね、まあ、準備は整ったと言えるんじゃないかな。ここは外に行かずにパンケーキ、これは釣り行っていきましょう。地図の方が確率が高い気がするんだよね。パンケーキ返してくれ。どうだ、返してくれたか。病気、病気、まずいまずい、病気怪我。地図を持っていると言われる。地図のあるおかげで悲惨な状態の場所でも自分がどこにいるか分かり、寄り道した際に、あー、でもなんで病気になったんだこれ。そう、まあ、ただまだまだチャンスはある、まだチャンスは全然あるはず。おい、取り返す、来い。できれば弾薬を回復アイテムに変えてほしいですね。もうエイリアン色や、もうナメック色してるもんな、完全に。撃てるよこれ、魔漢光殺法。地球の神様になれる器ですよこれ。喉からから、ミニジェンジャー喉だけ、ふい、ほい。あー、双子の兄弟か。いや、なんで回復アイテムみんな欲しがんの。ダメだから、回復アイテムが必要なのはこっちだから。空腹、空腹、喉からから。起きないかな、起きないかな。来た。あのシェルター付近で悪党どもがキャンプを行っているようだ。我々に抵抗する手段がないわけではない。運と力があれば、奴らを怖い目に遭わせられるかもしれない。たとえ全員倒すことはできなくても、やってみる価値はあるのでは。来ましたね。武器もこれしかないから、これを持って、ティミーを救う！頼む！救え！これはランダム。来たー！よし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 ！やったティミー解放きた。ゴー、ティミー帰ってきたやりましたよこれ。わざとさらわせて救うっていうやったやった。キャンプに忍び込んでいる間、悪党に捕まった人用の檻を見つけた。悪党に捕まった人用の檻って言い方いいな。その中にはティミーが。メリデンは必要なもの足りない。よーし、最終目的達成しましたね。じゃあ今回は2個ものイベントをさ、達成できたことになるのか。いや、これ結構だな、本当に。いや、ティミーあっちでも飯もらってなかったんだろうな。いや、もう達成できたからもう、別にティミーいいかな、みたいなとこは、ちょっとあるんですけど。ちょっとお褒めを、お褒めですよね。ほい。これでいいのかな。よし。うん、外に誰も行けないもんな。スープ缶以外の食料を食べたいと妄想してると、いや水ならなんかくれねえかな。人に恵んでる状況じゃないんですけどね。俺の病気治してくれたら嬉しいけど。脱水症状、喉からから。はい、子供たちが喉からからですと。これがね、でもプラスのイベントに働くこともあるので。いや、よしよしよし。斧がないので、髭剃りは無理なんですよね。斧がないので。髭剃りは無理。あと何を俺、達成しようとしてたっけな。あとゴキブリか。ゴキブリ関係のイベントはさ、普段ならバリバリ起きんのに、今回起きもしなかったな。こればっかりは正直どうしようもないので、サバイバルガイドブックを使って弾薬を薬に変えてくれ。あー、パンケーキ、さよならパンケーキ、美味しく再開しよう。ダメか。よしよし、ここまで来たらもう家族全員救出されたいな。
疲労疲労、脱水症状、喉からから。じゃあ親御さんに水をあげると。よし、オッケー。いやー、よかったよかった。救えることってあるんだな、さらわれた後に。ほいほい、教えてくれた方ありがとうございますね。まだいいかな。何気にもう50日近いよこれ。全員配置につけ、来たー。治安悪い時にこれでさらわれたり、これでさらわれるのかなと思ってたんだけど、ああいう系でもさらわれるもんなんだな。子供たち水、水。ドロレスは体調がいい。あたりは悪党たちの支配下となったようだ。無理だな。あ、閉ざされたこの小さなシェルターでアイテムが限られている。生き延びたいのであれば。あー、老人ホームか。どうだこれ。お、やりたくないけどな。もう治安悪いから襲ったところで変わらないんですけども、まあさすがにもう意味ないよ、俺は襲いはしたくないですね。もう治安は悪くさせる必要もないので。テッドやべえな、全部森やな。もうそろそろテッドまずいと思うんだよな、うん、ダメダメ。来た、ゴキブリ放置、ゴキブリ放置ですよ。まだもう一個実績解除のチャンスある。よし、ゴキブリ来た来た、ゴキブリ来た。うわ、変したゴキブリだ。いいよ、空腹空腹、脱水症状。来た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 、未曾有のチャンスまだある。あー、さらわれる。ティミーで、できればティミーで。あー、次はベリージェンが。で、武器がないからさ、もう取り返しにはいけないんですよね。まずい。うん、友人たちがやってきた。もう回復アイテムねえから。うちの状況見て、うちの大黒柱もう死ぬよ、ほら。骨寸前だから。ここの骨ともうどっちがどっちか分かんないからね、このスプレーのね、骨と。くそー、脱水症状。この二人二人でなんとかゴキブリを育てたい。まあ、ダメでも今回は2個も達成しているので。おし、来た、おせえよ。パンケーキも、テッドもいねえよ、もう。わあ、出たー、クリスタルスカル。くそー、インディーンジョーンズになっちゃったじゃん。よしよし。まあ、でもゴキブリのために置いとくっていう手もあったな。あ、ダメだ。この骨をさらってってくれ。子供たちがもう発狂寸前ですよ、完全に。おい、救いに来てくれ、救いに来てくれ。せめてゴキブリのイベント進めてくれ。でもあと3つぐらいゴキブリのイベント見たけど、前ダメだったもんね。まあランダムイベントだからな、こればっかりはね。軍がね、結構ラジオも聞いたし、軍が来てくれてもいいとは思うんだけど、この、あ、終わりました、55日。よし、でも見事なもんですよ、2個も達成できた。骨骨人間が残りました。よしよし、どっかに書いてないかな。今こそ反撃用かな。4足歩行は2足歩行に勝る。これはあれ、あれのことかな。よし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 、取り返しましたね。オッケーオッケー、これは敗北ではない、勝利だ。死に耐えましたけど。よし、じゃあチェックするか、鳥山明。てってれて、てってれて、てってれて、てって、達成したのがこれ、全部いただき、各アイテムを1回以上入手せよ。これ全ての1回のイベントでってことだよね、多分。全部いただき。そして、どれだ？解放。悪党から仲間を救出。これ何が書いてあるんだ、これ。何が書いてあるように見えます、これ。なんだろうな、これ。
何を、鎖かなんかかな。はい、ということで、いや、目的の、最終目的の一つをゲットできましたね。あとやることがあるとすると、どんな選択にもノーと答え脱出する否定派、あとゴキブリアウトドアと虫ハンターかな。まあ全部ランダムイベントなんで、かなり、攻略は難しいですが、一番難しいのが、ゲットできたので、結構やりようは、あるのかなっていう感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。今回も2個実績解除できることができたので、よかったです。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価ボタン押せてね。ありがとうございました。レトルトさーん。